皆さんお疲れ様です。今回の動画はですね、サービスインターバル表示、これのリセットをしてみたいと思います。最近の車もそうなんですけど、ミニクーパーにも一応サービスインターバル、点検とか、あと、オイル交換とかですね、のそのインターバルをですねセットして、その時期に来たらこう表示をこう上げるっていう風な機能があるんですけども、そいつをですねちょっとねリセット方法、よく分からなかったんで調べたんですけども、それについてご紹介したいと思います。表示のリセットということで、サービスインターバルの表示がですねずっと車検後もね残ってるので、それをちょっとリセットしてみたいと思います。本来でしたらね、ディーラーさんとかで車検してもらったら、こうやってね電源をつけた時にでね出るんですけど、サービスってねチェックランプがつくんですけども、これがねディーラーさんでこう車検とか出した時には多分ねちゃんとリセットしていただいてるっていうことだと思うんですけども、今回ねユーザー車検に出した関係でその辺がうまくできてませんでした。自分でねできる方法を見つけましたんで、それのちょっとご紹介したいと思います。それではやってみたいと思います。まず鍵をで、ブレーキを踏まずにスタートボタンを押します。でサービスチェックランプが消えたらですね、これを長押し、もう一回長押し、名越出てきましたね。ほんでこちらちょっと押してみます。はい、長押ししました。リセットが出てきますんで、これをまた長押し、こっちですね。はい、これでね次の、点検の方が、2025年になりましたんで、この状態でですね、リセットは完了したと思います。で一旦切ります。それではですね実際リセットできたかどうか、ちょっとね試してみたいと思います。はい、あれ、これもやな、こいつもリセットせんとダメですね。はい、ということでね同じ方法でもう一回ねリセットしていきます。で、これスタートボタン押します。でこの状態で全部消えてからね、トリップメーターのねリセットボタン長押しします。もう一回長押しします。長いですね結構。もう一回長押し、はい、ここですね。これがまだリセット終わってないので、これはねここ長押し、
はい。はい、これでねセット完了しました。これでねもうこれ2021年のこれもリセットしておきます。はい。次これもはい。これももうリセットしておきます。はい。これね25年。これ2023年になりましたね。こんな感じで、リセットの方が終わります。はい、あとはですね、こちらも普通に切ってあげたら、これでリセット多分完了してると思います。それでは実際ねちゃんとリセットできたかどうか、もう一回確認してみます。通常状態で、ブレーキ踏んでエンジンかけますね。はい、クリアされましたね。サービスマークは出てません。なんかね赤いねアラームみたいな感じで、ちょっとね心配になる表示なんで、こういう風にしてリセットしたらいいかと思います。はい、はい、ということでね無事リセットの方完了いたしました。はい、ということで手順の方をまとめました。リセット手順ですけど、まず一つ目は鍵を装着し、ブレーキとかねクラッチを踏まずにスタートボタンを押します。次に、トリップメーターのリセットボタン、これをですね、表示が変わるまで長押し、これを3回、行います。その後、設定項目がね出てきますので、ウインカーのセレクトボタンで選択して、リセットしたい項目を選んでですね長押しで選択、さらに長押しでねリセット選択してクリアしてあげるという手順になります。はい、皆さんもねこのサービス、アラームですね、こちらね、気になる方はこうやってねリセットしてみてください。はい、ということで今回のロビン君の部屋は、ここまでとなります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。